ごめんください。岡崎さん、福沢です。こんにちは。どうも福沢です。今日もよろしくお願いします。今日暑いですけど大丈夫ですか？お邪魔します。社会から置いてけぼりになった女性がここにいる。岡崎典子さん、53歳。彼女は両親が建てたこの築65年の一軒家に一人で暮らしている。温泉旅館を創業し、一代で財を成した父栄一さんと母の雅代さんの愛情に包まれ、何不自由なく育った典子さん。典子さんが人も社会も怖くなったのは15歳の頃だった。それから引きこもり38年。彼女は引きこもるようになったきっかけを語ろうとはしなかった。人生には人それぞれに挫折やつまずきがあるものだ。何に行き詰まるのか、それもまた人それぞれである。典子さんの両親が使っていた部屋、二人は10年ほど前に相次ぎ病気で亡くなっている。納骨はまだできていない。今は両親が残してくれた預貯金を切り崩しながら細々と生活を続けている。社会生活をほとんど経験していない典子さんにとって一番の困難は人と会うこと。食料や生活用品はすべてネットスーパーを利用している。今の時代、引きこもり生活はさほど困難ではない。典子さんの一日は、早朝から家の掃除をし、午後は読書などで過ごす。夜は布団に入ると不安でなかなか寝つけないことが多いという。時々インターネットで引きこもり支援団体のホームページを眺めるが、連絡する勇気はまだない。だが典子さんからは、この家を出たいという気持ちと
焦りのようなものが感じ取れた。あ、荷物が届きましたね。え、何買ったんですか？見せてもらっても大丈夫ですか？あ、人に見られるとちょっと恥ずかしい。あ、大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。いいですよ。このドキュメンタリーは地方局のニュース番組で放送されるものであったが、担当ディレクターが取材期間中に不慮の死を遂げたことで中断していた。このあとディレクターが変わるのはそのためである。前任のディレクターがどういう経緯で彼女を知ったのか、その情報はない。こんにちは、田口です。こんにちは。あ、こんにちは、田口です。お久しぶりです。どうですか？じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。お邪魔します。どうですか、その方は。後任のディレクターが通い始めた頃、のりこさんに少しの変化が見られた。まずはこちらの番組からご紹介します。それは以前よりスタッフを頼りにしてくれる機会が増えたということ。ちょっと電源で行ってみますか。あ、寝た。ここに番組のテーマとなっているのは、さんとリスナーの皆さんのここ最近の喜怒哀楽。そしてもう一つの変化、家の至るところにお札が貼られていた。お札は新しいものから古いものまで様々で、のりこさんがインターネットで購入したのだそうだ。それは家の中にたまった邪気を追い出し、気力を上げるためだと教えてくれた。取材が再開してしばらくした頃、のりこさんはこれまで
語ろうとしなかった引きこもりの要因を自ら話したいと申し出た。お札も買ったけど外は危ないからお姉ちゃんがいなくなってまだ見つからなくて、うん、あ、お姉ちゃんいらっしゃるんですね。叩いて怒る。叩くんですか。叩くから外に出るのが怖い、お父さんもお母さんも外に行ったらダメって言って危ないからって叩くから、ここに顔があってって見ているときにあっちの方はいても大丈夫だから、あっちっていうのは向こうの奥の部屋のことを指すの。この間、丸い顔を持ってどっかに置いたけど。のりこさんの話は終始支離滅裂なものであった。しかし以前には見ることのできなかったのりこさん側から発せられる言葉、それは自ら前に進もうとする意志の現れであるように思えた。取材スタッフはのりこさんの腕のあざのことも気になり、一度専門家に相談することにした。引きこもりの多くの方はとても自尊心が低いです。そして自己否定的な方が多い。外に出られないということで自分に対してこう怒りを感じてるんですね。で、外に出られないことで孤独感も感じている。他のみんなと同じようなことができないということで劣等感も感じている。彼女のあれは自傷行為です。小さい子ですと爪を噛んだりとか、あと爪の皮を剥いてしまって爪が生えなくなってしまった子もいます。唇の皮を剥く子もいますし、髪の毛を引きちぎってしまう子もいます。それがこうじてこう感情が高まってしまうと本当に悲しいことに自分の存在をこの世から消してしまうというようなことがあります。誰かに見てもらいたい、誰かに助けを求めたいと思っている SOS なんじゃないかと。あれは助けてほしいサインだと思います。のりこさんが発している SOS のサイン、あの家の至る所にそのメッセージが刻み込まれているのかもしれない。穴井さんは一度のりこさんに会ってみたいと直接申し入れた。のりこさんはかなり戸惑っていたそうだが、最後にはそれを受け入れた。こんにちは、田口です。こんにちは。こんにちは。
こんにちは。今日もよろしくお願いします。こんにちは。 NPO の甘井と申します。そう、電話でお話しした甘井さんです。じゃあ、いいですか、中入らしまって。すいません、お願いします。はい、はい、失礼します。ありがとうございます。失礼します。失礼します。綺麗にされてて。改めまして、穴井と申します。本日はどうもありがとうございます。先日お電話でお話しした通りなんですけれども、私のりこさんのようにお一人でお住まいになっている方とか、一人じゃなくても、ちょっと困っていらっしゃる方をお助けするようなお仕事をしております。あれですよね、森子さんもずっとお一人でいたいとか、あとは外に出たくないとか、そういうわけではないですよね。出るチャンスがあればとか思って、もしいてくれるんであれば、まずは私と一緒に外へ出てお散歩しながら話しするとか、そういったことからでも始めていけたらなと思うんですけれども、いかがでしょう。のりこさんとか私のように同じような年代の方って他にもいらっしゃるんですよ。邪魔しとみんな。そんなことないですよ。前のディレクターの そんなことない。のりこさん、例えばのりこさん何が好きですか？音楽とか。そうするとだんだんこう、あれ？なんか楽しくない？ってなるんですよ。でね、気づいだから、どうですか？のりこさん、じゃあ後ろに、私前行くんで。
大丈夫ですか。じゃあ閉めます。後日、のりこさんの家から一枚の紙が発見された。それは、行方不明者を探すために配られたビラ。岡崎優子さん、のりこさんのお姉さんである。40年近く経った今も事件は解決していない。